はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージュです。戦国無双真田丸、続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、いよいよ甲州征伐、信長による武田征信伐長率のいる本場隊面はから6始まり万まのす。軍勢との噂早をござ速る。物語の方を見ていただきたいと6思い万ます。か。数では到底及ばぬな。籠城して迎え撃ちましょう。遠征による敵の疲れを突き。愚策ですな。なんだと。ここ新府城は築城間もなく備えも不十分。とても持ちこたえられるとは思えません。ならばどうする。まさか打って出るなどというまいな。勝頼様には我が真田に身をお寄せいただきたい。貴様、甲斐を捨てようと申すのか。我が真田本城は守りに堅い要害の地。必ずや勝頼様をお守りいたします。信長も深追いは嫌うはず。今は耐え忍び、再起の時を待ちましょうぞ。ならん。なりませんぞ勝頼様。武田が甲斐を捨てるなど断じて。さようです。落ち延びるにせよ我が岩殿城に。相分かった。正行の言に従おう。勝頼様。相違ございませぬな。ああ。されば私は直ちに出立しお迎えの用意をいたします。ああ、世話をかける正行。ご無念ではございましょう。そうだな。父上に何とお詫びすればよいか。我ら家臣の力が及ばず。言うな。すべての咎は私にある。真田の里も久し実際にぶりはだ。ね、この皆真田の息と災にころしにてはい行るだかろうず、か。小山田信繁のところに行ってしまっお金をて、持ちまして。その小山田信繁そうがか、裏切ったそことれはによっかって、た。信行このや雪村に会えるの武田も家は楽し滅みだ亡してな。しまうんですけどね。勝頼様。ちなみに小山田信繁自体はですね、裏切って信長側につくんですけども、どうした、事正前行。に内容を約束していた、必例えば木曽義政であったりず。とか、我ら事前のもとへにおいでくだ織さい。田へ内通することを約分かっ束てしいている。た武将以必外、ずまた今会おう、言った小山正田信行。繁みたいに急遽裏切ったような武将たちに勝関頼して様、は、力を、織田側、信長我慢。側は許さなかったというふうに言われてますよね。なので、小山田信繁としては私裏は、切り損的な感じにこもたびこそなってし守るまっべたきのかももしれのをないん見です失わぬ。が、ここはさらばだ、武田家が滅亡す正る行。一因になってしまった場面になりますね。何と申した。勝頼様は小山田信繁様の進言を取りこ上のげになり、辺りは大河岩ド殿ラマ「城に真向かわれ田丸」ました。の中でもう前半でしか描かし、れてましたよね。信繁様は織田方に寝返り。バカな。小山田様は武田のご親戚。その小山田様がまことに。はい。天目山に追い詰められた勝頼様はあえなく。そんな、勝頼様は父上を頼ってこられるのではなかったのですか。私を信じてはもらえなかったか。そんな。いや、信じていなかったのは私か。父上。こちらを正行様にと最後に預かりました。
武田の滅びは避けられぬこととお考えだったのだ。では真田を共に滅ぼすまいと、あえて。なぜだ、なぜ諦めてしまわれる。なぜ生き延びるためあらゆる手を尽くそうとなさらぬのだ。そしてなぜ私は。父上、直ちに親方様の仇討ちを。無用である。父上、父上のあのようなお姿は初めて見たな。はい、それほどに勝頼様のことを。けれど分かりません。それなのにどうして仇討ちは無用などとおっしゃるのでしょうか。父上には父上のお考えがあろう。はい。結構重いものを持たされちゃったのかもしれませんね。おっと、これはご無礼を。いや、そなたは武田好きの忍びであったな。これからどうするのだ。そうですね、まあ一人で生きるための忍びの技なんで、どうとでも。一人で？なぜだ？はにゃ、なぜとおっしゃいますと？我らもそなたの身内だろ。前にそう言ったではないか。雪村様、ここにいればよい。そうですよね、兄上。そうだな。父上には私から申し上げよう。ありがとうございます。精一杯お使いいたしますんで。あ、よろしく頼む。第六章、安土。天正10年、かつて戦国の名門と称えられた武田家はとうとう滅亡の時を迎える。武田家の悲劇的な結末は正幸の心にも大きな変化をもたらした。今後真田はどうあるべきか。一族の生き残りをかけて正幸はある決断を下す。これは信長側につく、信長の進化となるというところですね。まあ、実際には滝川一益の与力的な立場になったということのようなんですが、いずれにしても織田の軍門に下ったというところは間違いないところですね。父上、本気でおっしゃっているのですか。無論である。我らは信長に従う。そんな、織田は武田の勝頼様の仇ではありませんか。もはや武田はない。だからといって、直ちに信長のもとへ参る。信行、留守を任せたぞ。はい、承知いたしました。父上。まさゆ、真田正幸、信玄の懐刀として大層な働きを成したと聞く。お耳に入れるほどのことではございません。信玄の懐刀、勝頼の頭脳、武田家の支柱であった宇野が、その武田を滅ぼした信長に頭を下げる。忠義に準じ、
誇り高き死を選ばずに。まあ誇りでは飯は食えませぬよ。で、アヌク。マサユキ殿、口を慎まれよ。これはご無礼。ウヌの望み叶える。信長に服し泥臭く生き延びよ。ゆえにここに参った次第。ウヌの選びし望みは過酷ぞ。だけだけには哀れなこととなり申したが、こうして再びまみえようとは。今なら家康殿の申されることがよくわかる。すべては生き延びてこそ。さよう。勝頼殿や失われた命に報いるためにも。いかにも。家康殿が亡くなられた際は、家康殿のために太平の世を築いてみせましょう。正幸殿、いささか無礼が過ぎようが。失礼だが、死んだ者を口実に使うのはやめていただきたい。気に入らんのでな。織田に人質を出さねばならん。よいな。はい、承知しております。お家のため務めを果たします。姉上。それでは早速支度をいたします。ああ、父上、雪村に姉上の友をお命じください。雪村？何を言っている。姉上には護衛が必要でしょう。私が立派に務めてみせます。護衛にはふさわしいものを父上がつけてくださる。お前がどうして。それに私は信長公をこの目で見てみたいのです。真田の命運を託すに足る方かどうか。雪村。そちらが誠の望みか。いえ、もちろん姉上をお守りすることこそが。おい。お呼びですか。雪村の友をせよ。了解です。お待ちください。私は姉上の護衛です。護衛に護衛がつくなどと。護衛ではない。はお目付けだ。すまないが、よろしく頼む。承知しました。お役目必ず果たします。姉上、安土まで私が友をさせていただくことになりました。姉上は私が必ずお守りします。聞いていますよ、雪村。本当は信長公にお目にかかりたいのでしょう。いえ、私は。冗談ですよ。ありがとう、雪村。心強いです。姉上、どうかお気をつけて。安土まではこの者も友をしますので。はい、よろしくお願いします。あらあら、それはますます心強い。だけど信行は来てくれないのですか。あ、それは。それも冗談です。ごめんなさい、意地悪をして。武家の娘としてとうに覚悟はできていたことですが、あなたたちと別れるのだけは寂しく思っていました。姉上。少しの間でも雪村が共に来てくれるのは本当に嬉しい。信行も私たちに代わり父上をお支えしてくださいね。はい、姉上。武田のお家が滅んでしまい、
真田の行く末は今とても不確かです。今こそ私たち家族は皆それぞれできることを精一杯やらなくては。頑張りましょう二人とも。はい姉上。姉上。はい肝に銘じます。ええ良い子ですね二人とも。うんうん、いいもんですね兄弟ってのは。あらあら、あなたも甘えてくれていいんですよ。で、場所は移って安土の城下になります。もうすでに人質として送られてきて、雪村一行は安土城の城下にいるという状況ですね。で、こちらがチャチャ様ですね。ご無礼を。本当、いや、これ何歳なんだろう。キョロキョロと見苦しい。もっと大然となさい。どこの田舎から出てきたか知らないけど。この幼さでこの危険さって半端ないよな。これは失礼いたしました。私は真田幸村、信濃の国衆、真田正幸の名前ですよね。別に聞いていません。あの、いろいろ実況動画の中でもお話してるんですけど、結構あの僕気の強い狐顔の女性が好きで、もうこのチャチャ様の今の振る舞いとかね、もう完璧ですね。雪村さん、パーフェクト。どうかしました？いや、真田。チャチャ様か。雪村様、何ぼーっとしてるんですか？いや、そりゃぼーっともするよな、あんな綺麗な女の子にいきなり目の前に立たれたら。はい、滞りなく。侍女の振りとか肩が凝ってたまりませんよ。ありがとう。それで信長様はおられません。今日にご滞在だそうで。なんだって、いつお戻りになるのだ？それはなんとも。なんか西国で大きな本能寺の変ふらげでね。そうか、まあ、西国の方で大きな動きがあるっていうところは、まあ、厳密に言うと2つあるのかなと思っていて、1つが秀吉が攻略中の毛利攻めですね。備中高松城をこの時おそらく秀吉は水攻めにしていた頃なんじゃないかなと思います。で、もう一つが、四国攻めですね。四国攻めの軍勢も集めていたと言われていて、本能寺の変の翌日にはもう四国へ向けて渡海作戦を決行する予定だったとも言われています。なのでこの本能寺の変自体がね、長宗我部も絡んでいたんじゃないかなんて言われる一因になっているのが、今言った四国征伐が目前に迫っていたというのがありますよね。でも本当無茶しないでくださいよ。分かっている、そなたも気をつけてな。ここで再びチャチャ様と。またあなた。ご無礼を。チャチャ様、お早く。あなたも早く逃げなさい。いやー、こんな感じで、こんな感じでなんか可愛い女の子に連れ去られたいな。本当に。やっぱ雪村持ってますよね、この辺りは。
何者と聞いているのです。名を明かせるの。上からな感じがね、最高なんですよね。で、まあサスケの登場という場面なんですけど、真田丸で藤井隆が演じているサスケとね、やっぱりちょっとだいぶギャップがありますね。ここで真田丸のサスケはね、まあちょっとそれはそれでなんとも愛くるしいというか面白いというか、コメディ的な要素も多少入っているサスケですけどね。ここの真田丸、戦国無双の中の真田丸の中のサスケに関して言うと、もう完全に、なんていうのかな、全然違うキャラクター設定になってますね、さすがに。謀反に倒れたというのか。そうか、それで明智の兵が安土を抑えようと。姉上は小口だろうか。不穏な様子に気づいてお城の方々は事前に逃げ出していたようですよ。チャチャ様もそれで逃げてこられたのですね。ところでチャチャ様はどちらのご家中の。のんびり話し込んでる暇ないんじゃないの。そうね、雪村様、まずは一刻も早くここを離れましょう。わかった、チャチャ様もそれでよろしいですか。ええ、姉上もきっと安土を脱出されているはず。なんとか見つけ出してお助けしなくては。あんたもまだついてくる気？まあ面白そうだし付き合ってあげるよ。そうか、それは心強い。ありがとうサスケ。なんかな、いいんだけど。無駄口はそこまでになさい。行きますよ。はい。ではここからアクションパートに入っていきます。で、例によってアクションパートはですね、再生速度を 1.5 倍ぐらいにさせていただいていますので、まあ、ちょっと早送りな感じにはなっています。でそれに伴って実況の方は後から付けさせていただいていますので、その点だけご了承いただければ嬉しいなと思います。次の一手が2つ、手柄が3つというところですね。で人質をすべて救出っていうのは、村松殿以外にも他の姫様たちも複数いるので、その姫様たちも救出する、全部救出できれば、ミッションとしてクリアができてっていうところですね。で、まあ、操作してるのがサスケなんですけども、サスケは完全にスピードキャラですね。動きがかなり速いので、まあ、一発一発の攻撃力というよりかは手数で、あとはスピードの速さで敵を倒していくっていう感じかなと思います。今使っているのが瞬速攻撃ですね。でここからはなぜか力士が出てきてるので、力士をまず撃破しなさいっていうミッションが今発動してます。なんでいきなりこんなところに力士がいるんだっていうのはあるんですけどね。しかも敵として、武将としての使いやすさっていう観点でいうと、まあ、スピードが速くて攻撃力が少し弱い、まあ、弱めの感じになってますけど、非常に使いやすいですね。どちらかというとやっぱくのいちとかの方が、
乱戦とかになると少し使いづらい感じかなっていうところですね。可憐なのに気が強くて最高にいい感じですよね。これはもう10年後が楽しみだな。雪村の青年期、少年期あたりが描かれる大阪の陣とかになるとまたね、ちゃちゃ様いっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですけど、その時がもう今から楽しみで仕方ないですね。この柴田がね、結構強かったもんね。で、今これが無双奥義になります。次の手の発明で、ここはもう敵が大量にいるので、なぎ倒し系では無双奥義発動しつつ、迅速攻撃ですね。だからここがくの位置だとちょっと苦戦するかもしれないかなって感じですね。こんだけ敵はわらわらといると。その点、正幸に近い操作感で敵をガシガシなぎ倒せるので、サスケ自体はかなり使いやすいですね。ここで村松殿救出作戦はクリアですね。助かりましたね。お怪我などありませんか？私は何ともありません。それよりお二人にお礼を言わなくては。で、これネネですね。秀吉の性質。よかった、無事で。ショートカットのネネも可愛いんだよな。あの無双に出てくる女子キャラはどの子も個性があって本当に綺麗で可愛いですよね。この子たちはショートカットが似合う女の子女性って結構レアというか難しいというか少ないですよね。その点このネネ様の顔立ちとこの髪型すげえマッチしてるな。あなたこそ。そうか、一緒に安土を落ち延びたんだね。
ありがとう。偉いね。私たちは機内に戻るけど、機内っていうのは京都周辺のことですね。いえ、私たちは国に戻ります。サスケはどうす。あれ、さっさと姿をくらませたようですね。そうでしたか。ちゃんと礼を言いたかったのですが。そっか、送ってあげたいけどごめんね。私たちも時間がなくて。お気遣いなく。ここまで来ればおってもないでしょうから。うん、本当にありがとう。さ、行こう。ええ。チャチャ様、道中お気をつけて。あなたこそ。はい、今度は泰然としております。その世話をかけました。この感じもいいよな。いいえ、あのロリコンでは決してないですけど、もうすでに大人の顔立ちしてますからね。羽柴の軍って言ってましたよね。じゃあ、あのお姫様、ひょっとして。雪村は父上にお話しなければならないことがたくさんありますね。はい、姉上、急ぎ真田の里へ戻りましょう。それにしても信長公が倒れるなんて、これからどうなってしまうんだろう。さあ続いて本能寺の変絡みで、今度は家康側の話になりますね。まあ俗に言う伊賀越えの部分になります。家康三度の危機、一つ目が三方ヶ原、二つ目がこの伊賀越え、そして三度目が大阪夏の陣で雪村に追い詰められるというね、三度あった危機のうちの二つ目がこの伊賀越えになりますね。しちゃったよ。半蔵、何者か。我が弟子サスケ、安土の様子を探らせていた。おお、安土はいかが相なった。モーセ、もうしっちゃかめっちゃか。完全に明智の兵に抑えられちゃったよ。やはり。ああ、そうそう、信長の命を見かけたよ。チャチャだっけ。明智の人質になるのはまずそうだから助けといた。おお、チャチャ殿はご無事か。よくやってくれたサスケ。そりゃどうも。切り捨ててよろしいですか、家康様。ふふふ、直政殿はしばしご休息を。サスケ、来い。なんだ、あの無礼な物言いは。俺、別にあのおっさんの家来じゃねえし、師匠に頼まれたから働いただけだ。我が命は殿の命も同じ。さように心得。俺は師匠の言葉しか聞かないよ。それでは忍びの任は務まらぬ。はいはい。師匠、俺の前ではよく喋るよね。そういえば、なんでか知らないけど、チャチャと一緒に真田の息子がいたよ。真田、真田正幸の子か。みたいだね。
取り入りやすそうなやつだったから、これを機に俺が真田に潜り込むってのはどうかな。家康様も信濃を狙ってるんでしょ。だったら市場を交えるなよ。何それ、分かってるって。俺は師匠の役に立ちたいだけだよ。よかろう。半蔵、そろそろ出立するぞ。承知。この先落ち武者狩りが待ち受けてるよ。無論のこと、お前の任務は生き延びてからだ。やっぱ付き合わなきゃダメか。まあ仕事ならしょうがないね。ではここからアクションパートに入っていきましょう。次の一手と手柄ですね。ここで才賀が出てくるストーリーになってます。で、例によって再生スピードは 1.5 倍にしてありますので、そんでだけご了承をお願いいたします。まずは落ち武者狩りを倒し、野武士を倒しというような順番になっています。で、まずは落ち武者狩りの、敵7人を撃破しろというのが最初のミッションになります。で、今ちょっと分かりづらいんですけど、そもそも再生スピードを 1.5 倍にしてるので、さらにサスケの移動速度が上がってる状態です、ね、こうなると歩きでも馬より速いですね、完全に。落ち武者狩りを7人、野武士3人を撃破というのが現在進行中のミッションになってます。で、今中央砦の野武士3人を撃破。で、落ち武者に関しては山中に散らばっているので、これ見つけ出して一体一体倒していく感じになりますね。道を開いてみてます。そして騒いで敵を引き寄せ、この恩義を危険にさらせるか。ここは井伊直政と忠勝、本田忠勝がちょっと言い争いをしていて、家中が少し割れてる感じが出てますよね。実際徳川の家臣団ってすごく結束が高いイメージ皆さん持ってるかもしれないんですけど、意外と仲が悪かったりしたみたいですね。まあ、その一つの例で言うと、石川一正が出奔した理由も一説によると、やっぱり家臣の中の不仲、あとは忠勝と本田忠勝と井伊直政の間も、まあ決して仲がすごく良かったというわけではなさそうという説もあるみたいです。で、今度は甲賀勢を呼び込むために東の砦へ行けということなので、東の砦へ向かっていきましょう。で、今もう体力ゲージが全然ないので、無双ゲージがすごく溜まりやすい状態になってますね。で、ここで落ち武者狩りがまたいました。で、今画面右下に出てる野武士は今度東砦にいる野武士、さっき中央砦にいる野武士3人撃破したんですけど、今度は東砦にいる野武士3人撃破というのがミッションの中に加わってます。いやー、僕もサスケみたいなこんな甘いマスクの顔に生まれてきたかったな。そしたらね、人生がだいぶ変わったんじゃないかなと思うんですけどね。今団子食べたので体力が少し回復した状態です。で、お酒を飲んでゲージ、無双ゲージがマックスになった状態で
機無双技を発動していきましょう。でね、この明智も結構硬かったですね。明智重友でいいのかな、読み方は。ちょっと知らない武将ですけど、かなり硬かったですね。なかなか削り取れない感じでした。でここで家康のピンチの知らせが届いたので、家康の元へ急ぎましょう。でここに孫一がいるので、孫一を倒すっていう感じになりますね。このあたりはね、かなり気持ちいいですね、プレイしてて。やっぱりここはゲージがガリガリ溜まってる感じですね。パワーが全然ないので、こういう時は逃げてゲージが溜まったら無双技を発動するっていうチキンプレイになるんですけど、その点このサスケは足が速いので、逃げやすいは逃げやすいですね。はい、というところで伊賀越えの相当する分、伊賀越えに相当する部分のアクションパートをクリアすることができました。次回はまたね、この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければいいかなと思います。お疲れ。そんじゃ俺は行くよ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。